こわ。アイテム、アイテム何いるんだろう。爆弾、フックショットいるかな。まあいいや。さあどんなボスだったっけ。沈んでいく。あー、バルバチア。これどうやって倒すんだっけな。なんかメガトンハンマー使いそうな感じするよね。尻尾切れてる。これメガトンハンマーで叩くんじゃない、もしかしてモグラ叩き的な。出た。違う、普通に攻撃すればいいのこれ。こうか。あーで攻撃すんだ。なるほど、わかった。どこだ、あれは。違う、こっち。一応ダメージになってんのかな。どこだ、そこか、そっちか。メガトハンマー、そりゃ。これは弓矢でいいの。これ届かねー。何してんの。なんか岩が降ってくるんですけど、岩が、あ、でも一応黒くなってる地面か。矢がなくなっちゃうよ。さあどこだ。ここか、そっちか、そこか。メガトンハンマー、おりゃ、お、あれ、弱い。あれ、弓は打たなくてもよかったんじゃない。こんなやつだったっけ、炎の神殿のボス。あ、燃えちゃう。あ、燃えた、骨になった。おお、なにこれ。あ、最後までロックオンできたのか。殴ればよかった。よし帰ろう。おお、派手なズボン履いてんな。お、なんか解放された。賢者の間、ありがとうよ兄弟。一族を代表して礼を言うぜ。やっぱりおめえは男の中の男だごろ。だけどこのダルニア様が炎の賢者様だなんて。笑っちまうぜな兄弟。まあこれも運命ってやつだ。俺がここで封印をすることでおめえの役に立つなら、これほど嬉しいことはねえ。兄弟、こいつを受け取んな。炎の精霊と友情を込めたメダルでいい。江戸っ子口調だなこいつ。
炎のメダルを入手した。ダルニアは賢者として目覚め、勇者に一つの力が宿ったとさ。忘れんなよ、おめえと俺は本当の兄弟ごろ。お、戻ってきた。動けた。さて、これで岩とか壊せるようになってんのかな。試してみよう。これは副ショット。こいつを叩いてみる頃、あれ、あ、壊れた。2発か。危うく壊れないかと思った。えい、参ったピー、いらないピー、参ったピー、いらないピー、参ったピー、いらないピー、さよならだピー。あと岩、向こう登れんのかな。てい、壊れそう。壊れた。こいつも、こいつも壊れるはずだ。メガトンハンマー、イエーイ、チェック。ここはなんだ。妖精の泉じゃないか。派手なおばちゃん。知恵の大妖精、魔力を強化。揺らいでる。どうしたリンク。魔力は強化された。おお、なんかだいぶ伸びたな。メーターがだいぶ伸びたわ。さあ、これで岩のこっち、こっちだ。登りたい。あそこハートのかけらあるよ。メガトンハンマー。あ、一発で壊れた。なんかいっぱいあるの。壊れた。イエーイ、入ろう。宝箱だ。爆弾。爆弾か。魚。壊せ。こっちはなんだろう。この壁も壊せそう。これは爆弾かな。シーカーストーン。あそこに、あそこに行くにはどうすんだ。どうやってハートのかけらを取るんだ。ブーメランでも届きそうにないしな。こっちは何だろう。
あーここか。なるほど、ここに戻ってくるわけですね。なんか岩あるな。痛い。あちゃ、なんか落とした。この岩を砕いていけばいいの。なんかあるかな。何にもなさそう。何にもないわ。これで壊せなかった岩を壊せるようになったし、さんは何なんだろう。これ何、一体何があるんだ。違うな。エポナの歌。お、巻き場の香りが。あー、ミルクを無料でもらえるってだけか。よよいしょー。あそこどうやって行くんだろうな。ここか。いた。イエーイ。弓矢で撃っても取れないかな。取れないだろうな、これ。どうやって行くんだあそこ。ジャンプ力が、ジャンプ力が低いぞ。とりあえずダルニアの息子に。あ、響き石が鳴っている。あれ、そういうことじゃないの。これか。違う。なんか響き石鳴ってるけど、爆弾置いても。次ゾーラの川か。なんかあるんだろうけど。しまう。なんだ、オカリナか。違うよな。あれ爆弾かと思ったのに。お、戻ってきてる。ありがとうリンク。ここもよっ。ありがとうリンク。ここなんかくっついてんだろう。知ってんだぞ。この下か。てい。あ、
こいつか。ありがとうリンクしか言わないなみんな。あ、この奥かな。いない。みんなしてありがとうリンクしか言わないんだから。これくっつける、くっつけられる。もうちょっと距離を伸ばさないとダメか。フックショット、いた。ダルニアの息子リンク、ゴロン族のリンク。みんな帰ってきた頃、よかったね。なんだっけ、ここなんか岩がいっぱいある部屋あったよね。お、こっちじゃない、あそこだ。ここなんかありそう。壊れた、壊れない。このは、あ、これは壊せる。そういえば前ここ壊せなかったよね。何かあんのか、ここに。あ、宝箱。でかいルピー、わあ、もったいない。あとはいいや。あ、そういえばナイフ200ルピーで思い出したわ。どうせだったらナイフ買ってから200ルピーもらえばよかった。ナイフ、ナイフ、そこか。チャラ、巨人のナイフ、両手で持って B できる。巨人のナイフか。鋭いけど折れやすい、折れやすい。ということはこれ折れたらもう終わり？へい、なんか攻撃力高そうだね。へい、消耗品か。まあいいや、こっち使おう。ナイフを買ったはいいが、これぐらい終わりかな。とりあえずゾーラの、ゾーラ川行く。あ、ここここここも行ってなかった。絶対届かないな。フックショット伸ばさないとダメだ。ということで、さよなら。まあ、なんか明らかに何かありそうなのはわかるけど、ここか。あ、ちょっとずれた。あ、壊れた。全部壊れたけど関係なかった。まあいいや、そのうちきっとなんとかなるさ。これ何？
何に注目してんのこれ。なんかあんの。わかんない。さあ下だ、下へ戻るんだ。岩を壊しながら。お、岩が。これ壊れない。てー、これ壊れないの。壊れないっぽいな。なんか岩を壊しても何の意味もなさそうだけど。さあかかり込む裏モードロスタルチラーの館に行って、なんか解放されてないかな。されてないな。26匹。さあじゃあゾーラ族んとこ行こうかな。さよなら、かかりこ村。よし、とりあえずセーブをしよう。